岸シユ平タ、ヒラノシヨウ、ングユタが新グループナンバーアイを結成。トベへの介入を発表。ジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台に立つ元キングプリンスへのキシユタが芸能事務所トベ、トゥービーに加入しました。 さらに、岸優太は元金プリの仲間である平野潮と神宮寺優太と共に、新しいグループ、ナンバーアイ、ナンバーアイ、を結成することが発表され、ファンにとって大きなサプライズとなりました。この重要なアナウンスは、元ジャニーズ事務所副社長であり、トゲの社長を務める滝沢秀明氏によって、トゲの YouTube チャンネルから生配信されました。 平野紫耀と神宮寺勇太は東京ドームをバックにスコアボードの前に立ち、この驚きの瞬間をファンと共有しました。生配信が始まると、平野紫耀はファンに向けて新しいメンバーが加わります。と告げ、その後、岸優太がベンチからかけて現れ、ユーマーを交えながら岸優太の飛べへの加入と新グループナンバー I の結成を発表しました。 岸シユタが提案したグループ名、ナンバー・ I は一番を目指すという意味が込められており、彼らがファンと共に輝き、成功する道筋を示すことの大切さを強調しました。さらに、岸シユタはグループ名の由来について説明し、I にはオンリーワンがかかっていると語りました。その他にも、ナンバー・ I はナンバーワンにもかかっているという遊び心を見せ、 ファンへの愛情をアピールしました。今後の活動について、平野耀はコンサートを行う意向を示し、配信を見てファンクラブに入った人とまだ会えていないしね、と述べました。ファンからは東京ドームでの公演を期待する声も寄せられました。 一方、平野潮と神宮寺雄太は、死優太が介入するファンクラブにも参加し、新たに、ナンバー I のファンクラブを立ち上げることを発表しました。さらに、グループの YouTube チャンネルもオープンし、ファンとの交流を深める意欲を示しました。神宮寺雄太は、皆さんと幸せな時間を作っていくことを大切にしたい。 と近い、平野の仕様も、失敗した姿も見せていく、泥臭く、ファンの皆さんとの距離を縮めたい、と述べ、ファンとの絆を強調しました。この生配信は36分間にわたり、約6万7千人の視聴者がライブでその瞬間を共有しました。これにより、キンプリのメンバーが独自の道を歩み始めたことを改めて確認できました。 岸優太、平野市洋、神宮寺優太が新グループナンバー I を結成し、戸辺への介入を発表しました。ファンにとっては驚きと喜びにあふれた瞬間であり、彼らの新たな冒険が期待されています。戸辺は滝沢秀明氏が設立した新しい芸能事務所であり、ジャニーズ事務所を退所した多くのタレントが参加しています。 このグループに加わることで、岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太は新たな可能性を追求し、ファンとの絆を深める機会を得ています。ナンバー I というグループ名には、一番を目指すという意思が込められており、彼らの情熱とファンへの愛情が反映されています。今後、コンサートや YouTube チャンネルを通じて、 彼らの新たな冒険と成長をサポートするファンが多いことでしょう。新たな一歩を踏み出したキシユ平タ、ヒラ神宮寺ウ、太の活動にファンの期待が高まっています。ナンバー I の未来に注目し、彼らの成功を心待ちにしています。